耳塚もしくは花塚とは戦死者の耳や花を弔ったとされる塚である。文読、慶長の役における朝鮮及び明兵の戦死者の花を弔ったものが有名。これ以外にも日本全国に耳塚と呼ばれるものは多数存在するが、実際に耳や花が葬られているものは確認されていない。戦国時代までの武士は、先行の証として、高級将校は、 死体の首を取って見分し首塚で供養していたが、一気や足軽など身分の低いものは鼻や耳で、その数を称した。拙者御免など先行とならない殺人は、見分や供養をしないため、出スてと呼ばれる。古事願において、源頼地は、前九年の役で打ち取った首から片耳を集め干し、カワフルに号にいるて上落したことから、 本来は、殺生を行った罪人であり、地獄に落ちるべき人間だが、後年仏門に入って、身の王道で供養し、過去の行いを後悔したため成仏できた。しかし息子の吉家は、罪もない人を、たくさん殺し、それを食いるところもなかったので、無限地獄へ落ちたとあり、当時は先行を得るだけでなく供養することも重要と、されていた。文読。 慶長の役では首をそのまま持ち帰ることが難しいことや人身売買目的での誘拐の抑制として豊臣秀吉が耳や鼻の量が一定に達したものから一取りを許可したため大規模に行われた首と異なり個人の判別が困難であるため鼻は通常ヒゲが生えている鼻の下から唇までを切っていた造標物語には戦場で主人の鉄砲を持っていた ゾウリトリが主人の危機を助け、花で手柄を取ったと主張するも、ヒゲが確認できないという理由で先行を認められなかった話が記述されている。また、上泉の仏の伝の、君越真記録、士官、軍役の項にも、忙しくて首を持たれざるとき、花を描く者とし、同、女と区別がつくようにヒゲが生えている唇までを切るようにと、同様のことが記述されている。 しかし文禄、慶長の役では厳密な判定がなされず拉致した、非戦闘員や味方の戦死者が含まれている、可能性も示唆されている。なお首であっても確実ではなく、増票や、農民の首を適正と偽って申請する、偽首も行われていた。大阪夏の陣を描いた、大阪夏の陣図屏風では、乱暴取りに走った、徳川の増票が、民衆に襲いかかり、 偽首を取る様子が描かれている。運搬中に腐敗するのを防ぐために、塩漬け、酒漬けにして持ち帰ったとされる。京都にある耳塚京都市東山区、報告神社門前にある史跡で花塚とも呼ばれる。豊臣秀吉の朝鮮出兵のうち、慶長の役で先行の証として打ち取った、朝鮮、民国兵の耳や鼻を削ぎ持ち帰った者を葬った、塚。 古墳状の森土をした上に五輪塔が建てられ周囲は一作で囲まれている。1969年4月12日、宝光寺石類及び石塔として国の史跡に指定された。その後2014年に史跡の指定名称が宝光時代仏土の跡及び石類、石塔に変更されている。当初は花塚と呼ばれていた。しかし林羅山がその著書。 豊臣秀吉府の中で花そぎでは野蛮だというので、耳塚と書いて以降、耳塚という故障が広まったようである。二万人分の耳と花が埋められている。この塚は、慶長2年に築造され、同年9月28日に、瀬垣供養が行われた。この瀬垣供養は、秀吉の意向に沿って、小国寺十字西原愛直しが行ったもので。 京都五山の僧を集め盛大に行われたようである。周囲の一作は大正4年5月に、正面は、歌舞伎役者、片岡二座右衛門ほか、左側は、浪曲師、東中圏雲右衛門ほか、俳優、川上雄都次郎ほか、右側は、義打雄豊岳、古津け、古雄ほか、おはじめとする当時の著名芸人たちの寄付によって、混流されたもので、発起人は、京都の教閣、 伏見の夕山、小畑岩次郎。つ塚前の昇降台、石段も、彼の発起によって築造されたものである。また、正面側に、中村歌右衛門、左側に、東中堅雲右衛門、吉田奈良丸、京山昇園他の多い施策があったが、今は残っていない。耳塚、おさむええ供養姫路十一年に、耳塚とその周囲が整備された際に、耳塚に隣接して、 ミミズ塚、オサムエク養ヒが立てられた。福岡市東区菓市にもミミズカと呼ばれる塚が存在する。ありがとうございます。